ちょうど上田監督の話出たからさ、あれだけど、本当に今すごいじゃないですか、カメラを止めるなの、うん、社会現象。池田知ってたっけ、その夫婦でいらっしゃる、うん、ね、うん、で池田が埼玉の、地域映画、地域映画、うん、で僕は僕で、ロバートの広志さんと僕で去年、うん、去年の、沖縄国際映画祭に出品された「耳かきランデブー」っていう、うん、この作品があるんですけど、うん、これの監督の福田美幸監督っていうんですけど、うん、福田監督と、そのカメラを止める名の上田監督、うん、ご夫婦なんですよ。もうすごい夫婦ですごい、すごい才能、うん、でこの「耳かきランデブー」っていう作品もすごい面白くて、はいはい、でそれの前にこの福田監督っていうのが、うん、あのアニメーションとかをずっとやってたの、うんうん、学校とかでは、うん、だから映画学校とかじゃないんですよ、うんうん、で上田監督はもう映画一筋、はいはい、映画大好きで、うん、アニメーションの「コンプレックスコンプレックス」っていう作品があるんですけど、うん、これも実は、1、2年前の時にすごい下北で話題になって、うん、新海監督が見に行って面白いです大絶賛ですよ、でその後毎日新聞の映画コンクールで、うん、あの自主映画としては初めてのアニメーション部門で受賞したんですよ。すごい、すごい夫婦、うん、でアニメーション映画を撮った時に、うん、そういう、絵とかイラストとかは、うん、福田監督が脚本もして、うん、絵も描いて、うん、でこの「耳かきランデブー」の時は、実写なんで、うん、でこれ原作脚本福田監督なんですけど、うん、あのあまり、カット割りとかが分かってないんだって福田監督は。へえ、だから助監督に上田監督を置いて、うん、あのカット割りだったりとか編集を任せてる。へえ、夫婦で、夫婦で、ああすごい。でこの二人がまたねいいんですよ、なんか夫婦漫才みたいな感じで、うん、すごい和気あいあいとしてできたんですよ、はいはい、うん、でその時のその福田監督が言ったら、どっか映画を撮るのはそんなにやってきてないから、確か実写がほぼ初だったのかな、うん、ちょっと上田監督は実写で自主映画何本撮ってるから、うん、助監督なんだけど、うんうん、撮るところまではもう分かってるじゃないですか、うん、こっからここ撮りますっていう、うん、もうその台本見て、うん、そしたらね上田監督が癖でね「カット!」って言っちゃうんですよそしたらその瞬間監督が「いや私監督だから」なんか微笑みがいいねいやみたいな、うん、でその後もスマホスタートしたら「あカット、あごめん」とか言って、いや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 、だから「監督私だから」っつって倉田君が言ってて、いやその感情いいなとか言って、うん、で今思うとあの上田監督は人の作品ではあのカメラを止めてしまうっていう、止めちゃうんだねでカメラを止めます、そうそうカメラを止めます、でその作品が会った後にカメラを止めるなを撮ってるから、うん、広瀬さんと話して、まあ、あそこで怒られたからカメラを止めるっていう作品作ったんだろうなそっからインスパイアねもしか分かんないね